動画の前にお知らせです。今年の初馬祭は開催はされますが、七色香り本舗さんの出店はございません。露天屋台は境内と社有地のみとなります。皆さんこんにちは、国友ナインです。こうして皆さんとお会いできたことに感謝いたします。告知の前にですね、七色香り本舗さんの七味屋台が2店舗今日明日と深大寺で出店してますので、平日ですがご都合のつく方、また近隣の方はぜひ伺ってみてください。ということでね、寒さもだいぶ和らいでお出かけするのにいい季節になってきましたね。外へ出ると空気の匂いも変わってきたように感じます。これが春の訪れってやつでしょうかね。皆さんはお変わりなくお過ごしですか。ということで、七色香り本舗さんの3月の出店情報をご案内いたします。場所は川崎大師、出店場所は境内です。動画のマップを参考にしてください。営業時間は9時頃から16時頃まで。スタッフは前日親方です。開催日は3月6日、13日、20日の日曜日と21日の春分の日になります。3月は土曜日の出店はありません。また27日の日曜日も出店はありません。お間違いのないようお越しください。以上が七色香り本舗さんの3月の出店予定です。また他に出店予定が決まりましたらこのチャンネルで告知しますので、チャンネル登録がお済みでない方はポチッとお願いいたします。また雨天などで中止の際はこの動画のコメント欄に親方が書き込んでくれますのでチェックしてください。また親方のツイッターでも出店情報と中止情報両方とも確認できますので、ぜひフォローしてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。この後もね、2019年の初馬の様子を流しますので、ご用途お急ぎでない方は楽しんでってください。それでは。これが100円ね。いいよこれ。手軽でいいですよね。うまいこれ。ビジュアル。ございません。お客様に合わせて完全調合いたします。国床さん、あれコメントじゃないけど、国床、さんのと会いたいって、そっちのこの人も、10本の湯に入る冗談だ。大柄柚子、じゃあまず大柄柚子から3つね。さあまずはね、こちら四国讃岐の名産八つ房のこちら木一本鷹の爪の純物、尊い薬剤のみかんから陳皮、磯の香りを味わいましょう。松葉のりからこれにごま、柚子が入るとね、これ山椒が入りません。これ浅のみから生の唐辛子、ごまの油で焼いた焼き唐辛子から、これも六味唐辛子のね、辛口大辛。さあ海苔が入って特製、これもごま、これも辛いところを大辛、これに柚子の味香りを加えたところが柚子入りになります。まあ、作り置き詰め合わせているものは一切ございません。お客様に合わせて完全調合いたします。柚子多めにね入れておきます。まあ、作り置き詰め合わせているものは一切ございません。お客様に合わせて完全調合いたします。まあね、保存は冷蔵庫の冷凍室にしまっておいてください。まあ、朝晩のお味噌汁からおしんこ、鍋物から煮物におうどんおそば、まあ、あらゆるこちら季節のお料理物用として美味しく召し上がれます七味七色。各地の名産品、名産物でございます。まあ、作り置き詰め合わせはございません。お客様に合わせて完全調合いたします。まあ、風味香り、香り風味で味わってください。もう海苔の香りからこれにごま、これに辛みを加えます。もう柚子の味香りを加えたところが柚子入りのこちらも辛口大辛。まあ、作り置き詰め合わせているものはございません。お客様に合わせて完全調合いたします。江戸徳川300年の伝統、七味七色7種類、各地の名産品、名産物でございます。お客様に合わせて完全調合いたします。鷹の爪の純物、尊い薬剤のみかんから陳皮、磯の香りを味わいましょう。松葉塗りからこれもごま、山椒抜かします。これ朝のみから生の唐辛子、ごまの油で焼いた焼き唐辛子から、これもね辛口、これも大辛。さあこれも海苔が入って特製、これもごまの香り、これにね辛みを加えます。もう柚子の味香りを加えたところが柚子入りの大辛。もう柚子多めにね入れておきます。まあ、甘い辛いはいかようにでも調合いたします。まあ、300年の伝統、七味七色でございます。まあ、お客様に合わせて完全調合、自家製造直売でございます。衝撃から、衝撃からね。
さあまずはこちら四国讃岐の名産鷹の爪の純物をただいままたがっております中辛、焼いて焼き唐辛子を加えて辛いところをまずは激辛、さあ海苔をね、海苔が入ってごま最初の香りを加えます。さあ激辛には辛いところをまずはシングル、さあこれもねダブルの辛いところを山椒の香り、これに海苔の香りを加えます。さらに辛みを加えたところが超激辛の辛いところになります。まあ、お客様に合わせて完全調合、自家製造直売、まあ、300年の伝統七味七色でございます。まあ、お客様に合わせてその場で調合いたします。まあ、風味香り香り風味で味わってください。秘伝の香りでございます。これが超激辛ね。さあじゃあ大辛になりますと辛口のナンバーワン、これも四国讃岐の名産鷹の爪の純物、焼いた焼き唐辛子を加えて辛いところ、これが大辛。さあ磯の香りを味わいましょう。松葉のりからごま山椒の香り。さあ大辛にはまずシングル一杯の真っ辛、おひいきご愛嬌、これもダブルのサービス。さあ最後これも辛いところ、これが大辛の辛口になります。まあ、作り置き詰め合わせているものはございません。お客様に合わせて完全調合いたします。ニンニク入りね、これ大辛。さあまずはこちらも四国讃岐の名産鷹の爪の純物を辛いところから、尊い薬剤のみかんから陳皮、磯の香りを味わいましょう。江戸松葉のりからこれにごま、柚子が入るとこれ山椒が入りません。これ浅の実から生の唐辛子、ごまの油で焼いた焼き唐辛子から六味唐辛子のこれが辛口大辛。さあこれも海苔が入って特製、これにごまの香り、これも辛みを加えます。辛いところニンニクの味香りを加えたところがニンニク入りになります。まあ、風味香りで味わってください。まあ、江戸徳川300年の伝統七味七色、まあ、お客様に合わせてその場で完全調合いたします。需要薬用となっております。これはニンニク入りね。じゃあ大辛3勝目、大辛になりますと辛口のナンバーワン、これも四国讃岐の名産鷹の爪の純物に焼いて焼き唐辛子を加えて辛いところを、これが大辛。さあ海苔が入ってごま山椒の香りを加えます。さあ大辛にはこれもシングル一杯の真っ辛、さあこれもねダブルのサービス、さあこれも辛いところを大辛、さあこれもね山椒独行賞とね山椒が余計に入ります。山椒多めのがこれが大辛。作り置き詰め合わせはございません。お客様に合わせて完全調合いたします。まあ、風味ね香りで味わってください。お客様すいません、ありがとうございます。さあどうぞ。さあ甘い辛いはお好みでございますよ。もうすでに、あ、やっぱりさあお兄さんもよかったらね、中辛、大辛、激辛までお好みでお作りいたします。あのね、詰め合わせてるものっていうのは一切ないです。お客様に合わせてね、その場でお作りいたします。で、こういう袋詰めがね、お得よ。で、8割ごとみんなこの袋詰めで買ってかれます。で、これね、ちょっと量多いなと思っても冷凍庫入れとけば1年2年なんでもないです。ここで1年分で2年分買っていただくような感覚でね、ありがとうございます。よかったらね、やってください。